皆さん、最近歩いてますか？散歩っていいですよ。さあ、散歩に出かけましょう。毎週水曜日は隣の駅までの一駅区間を散歩する一駅散歩。車窓からでは気づかなかった新しい何かをちいさんが見つけます。この番組はアリコジャパンの提供でお送りします。今日は東急東横線大倉山駅から菊名駅までをお散歩。狙うは新幹線と東横線、奇跡のツーショット。あ、来た。果たして結果は。そして届けられたありがたいお便り。こういうこと、仕事をしててよかったなと思える瞬間でもあるよね、はい、さあ一駅散歩に出かけましょう。バネではない。ありません。バネじゃないんですか。こんにちは。どうも。ちいさん。ああ、聞いてます。いつも。高品質の羽毛組布団を驚きの価格でご紹介します。本当？電車から眺めるいつもの風景。時には歩いてみませんか。一駅手前で途中下車。見慣れた街もゆったり歩けば新しい何かと出会えるはず。一駅散歩。今日の一駅は東急東横線の、大倉山駅から隣の菊名駅まで。どのくらいの距離ありますかね。ここはだいたい1キロ強なので。1キロ強、はい、のんびり歩いてちょうどいい距離だと思う。のんびり歩いてちょうどいい、はい、1キロ強の一駅散歩。はい、はい、じゃあこっちから行く、はいはい、渋谷と横浜を結ぶ東急東横線。今日は横浜市にある大倉山駅からの一駅散歩です。のんびり歩いてちょうどいいという距離の沿線は横浜を代表する高級住宅街の一つでもあります。さて、もともとは周辺の地名でもあった埠頭駅として開業した大倉山駅。2007年に町の名前も大倉山に改められました。あ、こういうね、青空市場みたいに八百屋さんが綺麗、はい、面白いですね。あ、たくさん並んでますね。もうねえ、長芋、青森さん、長芋、島さん、紅あずま、ね、野菜を見るとどこさんか、ね、そうですね、私は気になるんですよね。でも全国から来てるんですね。やっぱ北海道産玉ねぎ、静岡、千葉さん、まあ何回も言うようですが千葉さん2回目ですよ。そうそうそう、茨城、北海道、埼玉、宮崎、青森、北海道、群馬、茨城、みんな書いてありますよ。千葉さんの人参、ほら、ね、東京さん人参、バナナ売ってますよ。バナナ買ってこうかな。あ、いいですね。食べたいですか、はい、じゃあバナナを。バナナの色づいたのないかな。お父さん、色づいたの、すぐ食べたい。え、5本ぐらいいいの、もういいじゃってくれて。すいませんね、はい、どうもありがとう。ありがとうございました。おやつも準備できたところで、いよいよ大倉山の町へ。鋼だね。切りくずですかね。鋼だよ。バネとかなんか、ね、鋼のなんかを作る。これは鋼ですか。はい、鋼じゃないですよ。普通の鉄ですよ。鉄ですか。バネじゃないの。あ、バネではないの。ありません。バネじゃないんですか。こんにちは。どうも。ちいさん。ああ、聞いてます。いつも。これはバネではないの。これは鉄を削った跡です。
なんか大きなものをこう削った残り。そうです。普通のうちの場合ですとね、鍛造なんですよ、麺が。ちーさんが見つけたのは旋盤で削られた鉄くず。確かにバネのようになってますね。鉄だって俺鋼なのかと思ったんだよ。そうですか、はい、バネみたいな。バネみたいなね。すいません、なんか出てきていただいて。いや、とんでもございません。すいません、ありがとうございました、はい、頑張ってください。ありがとうございます。見てます、旦那さん。お、これは新幹線か。そうですね、これが東海道新幹線ですか。じいさん、これ下は東横線の。これが東横線で、はい、あれが新幹線ですね。あ、上がここがちょうど交差する。これはどっから取れない。あの、あそこの上乗れない。シャトー乗れます。行ってみようか。はい、よし。新幹線と東横線が交差する瞬間ですか。そうそう、都合よく行きますかね。こうか。そうですね。これはちょっと狙ってみましょう。新幹線と同時に来るのを撮ってみましょう。東横線と新幹線の交差する。あ、新幹線が今います。これで下が通れば。そんな簡単に行きます。新幹線来た。東横線来ない。あ、来た。来ましたね。すごい。はい、意外と早くできましたね。まあこの写真でも、はい、あの一応電車が入ってますね、両方とも。よし。ちーさん。うん。ちょっとちーさんに見ていただきたいものがありますですね。何があるんですか。あの視聴者の方からですね、うん、大変あの嬉しいお手紙をいただきまして、ええ、ちょっとこれを読んでいただきたいなと思います。なんで急に。すいません、急で申し訳ないんですけど、はいはい。石橋くんの会話かっこおしゃべりがいいですね。いつもしっかり見ていますから頑張ってください。石橋くんのファンより。と、石橋くんのファンだからっていうことで、はい、あるんだろうけど、まあ特に僕のファンではないのかもしれないけど、まあ石橋くんがこうやって褒められてるとか嬉しがって見て、嬉しく 見てくださるっていうのは本当に嬉しいですよね、はい、こういうふうに突然こういう手紙を受け取った時って本当嬉しいでしょ。嬉しかったですね、うん、こういうこと仕事をしててよかったなと思える瞬間でもあるよね、はい、でそれを言いたかったわけですね。そうです。ありがとうございました。ありがとうございます。わざわざ止まって何かと思いました。そろそろさっき買ったバナナを、うん、そうだね、食べたい。休憩しようか、はい、これはお寺。お、立派なお寺だね。お参りしようか。はい。どうですか、バナナってちっちゃい時は食べた。僕あの中学生の時とかってあんまり朝ごはん食べる時間がなかったんで、バナナ1本食べて学校行ってたりとかしました。あ、お母さんが勧めたの。はい、いいお母さんだね。ほら、うん、バナナ1本でもちゃんと食べてきなさいって言ったのがいいね。だからこんないい子になったんだね。ああ、そうですね。ランレターも来るようになってよかったですね。これからも もし来たら、はい、まあ、自慢にならない程度にね。お互いに報告しましょう。褒められた時や、はい、怒られた時はやめて。じいさん、じいさん、ん、これはちょっと避けては通れないんじゃないですか、ここは。焼き鳥屋さんじゃないですか。たい焼きも売ってます。たい焼きも売ってんの。あ、焼き鳥とたい焼き売ってんだ。だけど今食べたばっかりだからね。
ちょっと待ってくださいよ。なんで？食べましょうよ。いいだろ、お前今休憩タイムでバランス、だってせっかくたい焼き屋さんがあるのに。どうですか、ロコモさん。いらない、今食べたばっかりだけど。いや、行きましょう。あ、そう。いいですか。はい。バミとジョーありますよ、たい焼きに。ジョーって何ですか。めちゃめちゃ美味しいたい焼きなんじゃないですか。そうですか。じゃあ、ジョー、うるさいのがいます。ジョーたい焼きを5つほど。はい。タイの大きさが違うんじゃないよね、あんこ。大きさは違いはないですけど、あんこの種類。あんこ多いの。多さは一緒です。多さは一緒。の違いです。ああ、そうですか。使ってる。やっぱりジョーの方がうまいね。ジョー、そうでしょうね。じゃあどっちも美味しいです。ジョーにしてくださいね。ジョー、はい。必死に砕いたジョータイ焼き。お味は？はい。あと1枚。はい、じゃあ、あちさん、はい、ありがとうございます。はい。君たち今もバナナ食べたばっかりじゃないのか。じゃあ僕も食べるよ。おいしいおいしい。またこうバナナとは違う甘みが。あのロコンボさん、マイク置いてちゃんと食べてますけど、いいんでしょうかね、これで。僕の声取ってますかね。どうもごちそうさま。頑張ってね。どうもありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。どうもすいません。また来てください。はい。ありがとうございます。じいさん、前に JR の。ああ、これ JR。はい。菊名駅。そうですね。JR 菊名駅も。JR 菊名駅。はい。こっちが JR の菊名駅。こちらが東横線の菊名駅。菊名駅の開業は大正15年。 JR 線の隣駅が新幹線が止まる新横浜駅とあって、乗り換えの利用客も多いそう。大倉山からこの菊名駅までの、一駅でしたけども、距離としては直線にすれば1キロ強だということでしたけども、まあいろいろ曲がりくねって歩いたこともあったり、若い人に付き合ってまたたい焼きを食べて、そんなんで一駅、なかなか楽しかったです。一緒に待ってくれた石橋君、富ちゃん、お疲れ様。お疲れ様でした。電車とともに歩いてみると、線路脇のさまざまな風景を再発見できます。さあ、あなたも一駅分だけ歩いてみませんか。散歩の前にコツコツ10秒体操。今週はウエスト引き締め体操です。万歳して足を斜め前に出し、上半身を真横にねじります。腕が曲がらないように伸ばしてやってください。